やや側面野生状態の大茶色花拭り。大茶色花拭りオスメダーマオピークムは、コガネムシ科の昆虫の一つ。ムグりの中でやや大柄で、独特の色合いと匂いを持つ。軌道に住む珍種として知られている。大柄でずんぐりした体格のコガネムシ。体長は26.3から36.1ミ、mm、リメートル。背面は、比較のようで、暗赤褐色から黒褐色で。 鈍い艶がある。頭立てには天国が密生し、触角挿入部の付近は強く隆起している。前胸聖板は小中線沿いに縦長の溝があり、その外側がやや隆起するが、隆起の程度はオスでは強く、メスでは弱い。側面の円は縁取りがある。前紙は両側側面が緩やかな弧を描き、中央部分が最も幅広くなっている。 表面には細かな天国が密生する。森林内の巨木、老木に生じる軌道を主な生息圏としている。発生する樹木の種は紅葉樹と新葉樹を含んで20種以上が報告されている。しかしある時にはブナやシデ類などの紅葉樹の古木に住み、幼虫は穴の中の腐食土中で生活する。成虫は7月から9月に出現し、 発生元の樹木の周辺に見られることが多い。ただしまれながら、水ならの樹液、岩絡みの花に集まることが知られ、10日に飛来した例も知られている。成虫は、蛇行のような香りを放つ。飼育下では普通は2年かかって成虫になる。日本では、本州、四国、九州、それに、宮島、マダラ島、平戸島から屋久島まで知られる。 北海道以外の日本本土においては、千葉県、大阪府、山口県を除くすべての都府県から記録がある。国外では韓国に分布する。一般には産地で見られるが、当初では低標高での報告もある。本種の属する大茶色花むぐり族には全帰宅に約10種が知られるが、日本からは本種のみが知られている。 一つ上のオチロハナ花グリ族にはもう一族が含まれるが、これも日本には産しない。本種のタイプ産地は日光で地理的変異があることも知られている。特に屋久島のものは別亜種とすべきとの声もあるが、現時点では亜種の区分はなされていない。本種は古くから希少種として知られ、また大型で目を引くこともあって、注目度が高かった。そのために、 各地のレッドデータブックにも取り上げられることが多い。環境省のレッドデータブックでは、純絶滅危惧に指定されており、都道府県別で見ると、北海道と沖縄県に指定がないのは当然ながら、それ以外では、指定がないのが、宮城県、滋賀県、三重県、大阪府、和歌山県、山口県、佐賀県、宮崎県のみであり、大半の都府県で何らかの指定がなされている。 小説家の北森尾は、昆虫採集を趣味にしていたことで知られるが、特に小金虫類を主に収集したという。その理由が中学で、昆虫採集を始めて間もない頃に本種を採集することができたことであったという。さらに先輩からも、本種を一頭もらい、このような珍種を二頭も持っていることから、北は小金虫に注目したという。この頃の昆虫採集の同行詞などには、 本種が一等採集されるたびに報告が出たとの記述もあり、本種がどれほど当時の昆虫採集下に沈重されたかを感じさせるエピソードとなっている。以下、種として、松下編、P320 以下、種として、松下編、P320 茨城県 P71 以下、松下編、P320 松下編、P320 以下、松下編、 P320 末下編、P320 日本のレッドデータ検索システム2019年9月29日閲覧来た P86。ありがとうございます。